そうだ、次回のメンバーの宿題考えなきゃ。ここで来週の農業日担当の人に宿題を出そうと思います。まだメンバーが多分決まってないから、そのなんか誰でもできそうなのがいいな思うんですけど、何がいいと思います？なんかいい案あったらコメントをください。サンタのモノマネ？サンタのモノマネは何？メリークリスマスみたいなってこと？トナカイなんかサンタさん近い、サンタさんじゃない、クリスマス近いから、なんかクリスマスのあれにしようかなって思いまして、ちょっと待って、3分くらい悩んでるよ。もうどうしようこれクリスマスまだ早い、もう早いんだけど、じゃあサンタの絵を描いてもらいたいと思います。サンタさんになりながらね。じゃあサンタさんの絵を、はい、じゃあ次回のメンバーさんにはサンタさんの絵を描いてもらいたいと思います。いやー、どんなメンバーが来るんでしょうね。とても楽しみですよ。はい、じゃあね、あれかな、宿題をやっちゃいますか。メンバーからの金曜日に出題されてたのがこれです。サンタさんの絵を描いてください、でレノちゃんから来ましたんで、サンタさんの絵を描きたいと思います。はい、クレヨンで、なクレヨンで絵描くの久々だな。初回にやったのか。でも残念なことに私ちょっとなんかいくちゃんとかアスカとかミオナとか結構信じられない絵を描くじゃないですか。私なんかも不可もないんですよ、絵は。だからね、難しいけど、だからちゃっちゃと終わらせよ、ちゃっちゃとね。はい、サンタさん、本当にね、なんかなんだろう、なんか幼稚園の先生とかほど可愛い絵も描けないし、あの和歌とかなあちゃんとかねみたいな、ああいうすごい上手な絵も描けないし、本当にかも不可もない。肩出てない、そうなんですよ、寒くてもう今日も昨日も寒すぎて、なんか私は最近寒さに弱くなっちゃって、夏生まれなのに、だからちょっと今日は控えてます。ちょっとね、この年末に風邪ひいちゃったらやばいから、紅白とかもありますしね。お1万人を超えたそうです。ちょっとびっくりしたらクレヨン落とした。ありがとうございます、こんな平日の昼間に。あ、雑なのかな、いいか。よし、できた。なんかすごい、なんかかっこよくなっちゃったけど。はい、できました。なんかかっこよくないですか、だいぶなんかイケメンな感じだったんだ、そうなっちゃった。はい、ということでレナちゃんからの宿題は達成しました。